ごちそうさまでした。あの昔ながらの味ですね。鶏ガラあのしっかり煮込んだ感じでさっぱりとした感じです。でレミカツも本当にあの昔ながらっていう感じです。なんて言ったらいいのかな、なんかめちゃめちゃ甘くないっていうわけでもなくラーメンとちょうど合う感じですね。で駐車場なんですけど、この店の敷地内ですね。そうですね、まあなんかこの敷地内に止めてくれたらいいということなんですけど、そんなに駐車場がなくて、なんか裏にあるなんかいう話もあるんですけど、それはなんか違うみたいで、他の敷地内なので、皆さんご注意ください。おすすめです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。